おはようございます。メタムです、本日は毎年恒例のコスモスツーリングに行ってみようと思います、昨日かなり雨が降ったんで、今日どうかなと思ったんですけれども、朝起きてみたら雨も上がって、行けるかなって感じでちょっとブラッと行ってます、ちょっと日も出てきた感じなんで、これから天気、良くなってくれたらいいんですけれども、そんな感じで、毎年同じとこなんですけれども、今年も、2023年、あそこはずがのコスモス畑、行ってみようと思います、今年は仕事も忙しかったんですけれども、夏がめちゃくちゃ長くて暑かったんで、なかなかバイクでちょっと、ツーリング行けなかった感じで、久しぶりの元ブログになります、一気にもう涼しいというか寒いぐらいになってきて本当は年々秋が短くなっているような感じですね、宝塚の桐畑のあたり、すごいね、霧が、だんだん濃くなってきて、いい感じだけど、すごい、こんな感じコスモス畑ですね、どうかな、今日は日曜日なんで多分早朝でもカメラマン来てるかなと思うんですけれども、いいね、ちょっと天気が、快晴じゃないんで、映像的にはどうかと思うんですけれども、でもこういうのもいいですよね、あんまり、景色が見えない、珍しいね、こんなここらで、霧って、私の元ブログではそんなないかな、前の時この辺で鹿がおったんで、ちょっと気をつけとかんと、鹿にぶつかったらえらいこっちゃから、ここから3だ、どうかな、こんな天気やけどどんだけカメラマン来てるか、コスモス、やっぱりでも、秋といえば、コスモスと、モミジと、紅葉、てかすごいぞ、ちょっと、おー、シールドがちょっと曇ってきたこれおー、すんごいね、はあ、これ、もうちょっと行ったらコスモス畑と、わでもこれすんごい、ほらこれおお、いいね、おお、これすごいわ、これこれ、ちょっと当てはいつもの
すんごい綺麗、ちょうどええ時に来たな、うん、ただ霧がめっさ濃い、うん、毎度毎度お世話になってる神社で、うん、よいしょ、ハズガコスモス畑、この感じすんごい霧、これ、はあ、でもめっちゃ綺麗に咲いてる、うん、ああいいね、あちょっとこの霧の感じも写真撮っといてと、うん、ああすごい、やっぱり来てはるね、うん、よいしょ、すごいねこれ全然ね、うん、じゃあこっち側で撮影しましょう、昨日雨降ってるから、うん、もうかなり濡れてますが、これはこれで幻想的でいいね、うん、ちょっと今これ逆光になってるのかな、うん、向こう側からいろいろと写真撮ろう、気温も良くて、うん、いいわ、うん、はあ、いいねやっぱりコスモス、天気がすごい良くなってきて、うん、いやいい感じこれ、うん、まあんまりペラペラ喋ってられないけどここでは静かに撮影してはるんで、うん、あ、うん、今年はどうかな、向こう側はないんかな、うん、まあこれ毎年ちょっと場所が変わるんですけどね、うん、こっちになったりとか、うん、今年はこっち側と向こうのあの辺、うん、ちょっと向こうもちょっとパトロールしとこうか、うん、あすごいね、あ、うん、向こう側コスモス畑広がってますが、一応まあこっちもチェックしといてと、今年はやってないかな、この道の向こう側もたまにやってる年があるんですけれども、うん、今年はないんかな、うん、まあ恒例のまあパトロールということで、今年はこっちはないという感じですね。これ。ちなみに、車で来られる方は、そこのテント張ってるとこが臨時の駐車場に
になってるんで、とか今年もなったのかな、ここね、これなっとるんかな、何も貼ってないけど、ちょっと見ときましょうか。よいしょ。特に何も書いてない。これはずが多目的広場。ここに止めてええはずやけど、特に何も書いてないね。まあ多分ここ止めたらええと思うんで、まあ車の方はこれはずがの多目的広場とここね。しゃ、ほんじゃ戻ろう。気持ちいい。さあ、じゃあバイクとコスモス写真撮ってどうしようかな。また同じコースでいいか。クロマンパあたり行って、ほんで稲川の小道から帰ると、まあちょっと今回は短いと思うんで、そんな感じで、2023年コスモス、無事撮影できました。やっぱりいいですね。この辺道もすごくいい感じなんで、走っててすごい楽しいんですよね。ライダーさんもいてました。よいしょ。さて、OK。さて、それじゃあ、今日の、目的は達成したんで、あとは、いつもながら、黒マンプ寄って、稲川の、いい感じの道を通って帰ろうと思います。結構これ自転車の朝練なのかな。すごい、頑張ってる。コスモス畑からちょっと一つ峠を起こして、ちょっと降りてきたっていう感じなのかな、これ。でもうちょっと行ったら黒マンプと。ちょうどいい周回ルート。よっしゃ、止まれ、止まってと、 OK。 1年ぶりの黒マンプと、多分一緒やろうと。去年の映像と。
まあまあ、うん、2023年版ということで、うん、ああこの辺もめっちゃ霧が濃い、うん、まあこの辺あの静かな、うん、あの街なんでちょっとゆっくりと行かんとあすごいね。神秘的やね。うん。よーっと来た。うん。せっかくはちょっと写真撮っとこう。どうかな。あんまり塞いだらもし車来たらあれやからこの辺で。よっしゃ、ほんじゃゆっくり行きます。これあの結構頭上、うん、低めなんで、うん、ゆっくり、うん、気をつけていかんと頭打つ、うん、ちょっと低いからね。さっきの自転車の人はもうここら来とんかな。結構あのここ自転車乗りのメッカなんで、うん、じゃあこっち側もいいか。じゃあゆっくり下ります。うん、ああ黒マンプはあの本当、すぐ行けるとこなんですけれども、このすごい秘境感があって、うん、いいポイントなんで、うん、まあ、こういうとこ好きな人はぜひ訪れてみてください。うん、あお、いいね、この感じ。あうん、降りてきた、うん、これ小学校ね、うん、養子小学校だったっけな、うん、あってと、うん、あーのどかでいいわ、うん、おー頭当たるああ、ええ感じやな、ほんと。うん、あ、これ稲川ね。うん、ま、毎年毎年同じ映像ですが、うん、変わりはないかなと、うん、うん、いやー、ええ天気になってよかった。うん、いやずっと、まあ、曇りやったらもう一つやっぱ綺麗な写真も撮れないんでうん、まあ、今日日曜で、うん、天気も回復してきたんであれかな、あのコスモス畑もまた昼ぐらいになったらいっぱいなのちゃうかな結構、有名になってるんで今もう羽津川の、ポイントですね。うん、よいしょ。で、うん、いつもの、この健康広場というか健康公園というかあってと、うん、変わりなし、うん
で、東屋があってと。あ、うん、じゃあ今年もここで写真撮っとこうか。よっ。稲川の名所八景、うん、こういう歴史街道ですね。こんな感じと、稲川。大名瀬の帽子買ったんで、せっかくなんでちょっと写しときます。あんまり僕は自撮りはしないんですけれども、ちょっと参考まで、これでどうかな、どう、こんな感じ、これ、こういう感じです。よいしょ。さてと、ちょっと今日は動画の尺が短いと思うんですけれども、まあまあ、でもええ感じの、コスモス撮れてよかったです。あ、いいね。さあ、じゃあぼちぼち、帰ろうと思います。あ、そうそう。あそこも寄っとこう。お姫さんとこ。忘れとった。そこだけちょっと見てから帰ろうと。サフ姫さんのとこね。のどか。ここね。よいしょ。サホ姫伝説。写真撮っとこう。さてと、それじゃあ、本日、まあ、綺麗なコスモスも撮れましたし、まあ、クロモンプ、行って、いつもの稲川の小道行って、サフ姫さんのとこも行ってと、まあ、いつもの、周回回ってみました。まあ、そんな感じで、そろそろですね。じゃあ今日は、はい、バイバーイ。